こんにちは、プロトタロトです。今日は、3分でわかる極星流星根線の DPS 編ということでやっていこうと思います。極星流における DPS の肝は、画面を広く見てギミックを処理しつつ、GCD を腐らせずにしっかりと DPS を出していくということです。なんか複雑なギミックがないんだけど、しっかりと画面全体を見ないとちょっとミスしちゃうよねっていう戦闘なので、その辺を簡単に解説していければいいかと思います。はい、いきなり後半戦開始してるんですが、前半戦特にないので後半戦で解説していきます。前半で来るギミックは後半戦で来るものと同じですから、後半のちょっとシンプルした感じですね。で、始まったらまず東西の蛇ですねのところに立って流されるっていうね、これを忘れないようにします。そしてこれ終わった後ね、後ろに式神かなんか巨人みたいなのが湧くんですけど、こいつ手をね振り上げた方向を画面半分ねダメージエリアにしちゃうんで、こうやって避けていきます。で、これ左右交互に必ず来るので、今右側がドーンってなったから次左側がドーンってなるんですね。だからこれを食らわないように画面の半分よりその逆側行くっていうことをやります。3発来た後に次中央にズドーンって来るんですけど、中央に AOE が出るんですが、これね即死するんで絶対その外側に行って、東西のその蛇のおる側にね立っていくことで、そっちに飛ばされてこう蛇で流されるっていう、これ結構何回か来るんで、これ覚えておきましょう。そして次くじ切りというものが来ます。これ前半だと1回しか来ないんですが、後半全部2回連続で来ます。で、1回目と2回目のこう斜めのとこ立っておくと簡単に回避できます。そしてその後来るこれね、これも覚えておきましょう。これもね2パターンしかないんで、弾が来た場合は離れる、竜の場合は近づくです。最初に竜が湧いた場合は近づいておく、で近づいた時のボーンってなったら次離れる、そしたら弾のやつが爆発しますね。これ、どっちが来るかっていうのはその時のランダムなので。極星流最大のギミック上り竜です。これは詠唱が終わってその場に中央待機しておいて、AOE が発生してから移動していきましょう。よくねすぐ上り竜終わった後移動する人いるんですけど、あの AOE が発生してから移動するのが一番安全に回避できます。で、終わった後は頭割りが必ず来るので DPS は南側に行くっていうことを忘れないようにすると。で、これ DPS は関係ないんですけど、タンクスイッチの時に来るこのね、あの弾がね落ちてくるんですけど、これ結構範囲広いので絶対に近づかないっていうことを忘れないようにしましょう。で、最後に、雑魚がこう線つながった時ですね、これねノックバックされるんで、アームスレンクスを使っておくとノックバックされません。これノックバックして外に出るとちょっと厄介なことになるので、それを忘れないようにしましょう。あとはもうギミックが複合的に来ます。このくじ切りとか後ろの式紙とかが同時に来たりするので、その辺を画面広く見ていけば余裕です。極星流はすごくシンプルな戦闘で、本当見てから対処できるから、戦っててなんか戦いやすい、非常になんかすがすがしいというか、なんかすごい戦いやすい敵だと思います。で、頑張って犬集会の方をやっていただきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。プロトタロトでした。バイバイ。